本日のストップ高銘柄はこちらになります。一つずつ解説していきます。バリューデザインは、クラウド型電子マネー発行サービスなどをしている会社です。急騰した理由は、あららと株式交換による経営統合を行うと発表したからです。ウェルビーは、マイカルテ事業、疾患ソリューション事業、医療データ調査事業をしている会社です。急騰した理由は、大同ドリンコと PHR を活用した生活習慣病改善プログラムを開発したと発表したからだと思います。マネックスグループは、金融商品取引業等を営む会社の株式の保有をしている会社です。急騰した理由は、連結子会社のコインチェックグループについて、特別買収目的会社との合併を通じて米ナスダック市場への上場を目指すことを発表したからです。あららは、キャッシュレスサービス、メッセージングサービス、データセキュリティサービスなどをしている会社です。急騰した理由は、バリューデザインと株式交換による経営統合を行うと発表したからです。グローバルウェイは、働く人を対象としたインターネット情報サイトの運営、人材紹介サービス、ビジネスアプリケーションの開発、ライセンス事業をしている会社です。3月17日ぶりのストップ高となりました。急騰した理由は、会長のツイッターでの発言で期待が集まっているみたいです。ホープは、自治体有料広告、新電力サービス、自治体職員向けメディアなどの運営などをしている会社です。2連続ストップ高となりました。急騰した理由は、投機資金が集中しているようです。クシムは、学習管理システム、e ラーニングコンテンツの作成をしている会社です。2連続ストップ高となりました。急騰した理由は、新 NFT サービスのベータ版の先行リリースが決定したと発表したからです。インターファクトリーは、事業者向けクラウド型 EC プラットフォームの開発や保守サービス提供をしている会社です。2連続ストップ高となりました。急騰した理由は、わかりませんでした。エッジテクノロジーは、AI アルゴリズム事業をしている会社です。2連続ストップ高となりました。急騰した理由は、第3四半期営業利益の進捗率は 96% になったと発表したからです。毎日、ストップ高した株の解説をしています。今後も継続してほしい、また見たいなどあれば、ぜひ、チャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。